さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。三田村さん、意気込みをお願いします。はい、マイクを私の方にいただきましたの で今運営の方からですね、ちょっと巻いてるというか、巻いてるんで思う存分喋ってくださいということなんで、意気込みを含めて喋ります。はい、スーパーヤサコイ開催おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてお祭りをね、開催いただけること、実行委員の方には本当に感謝と、あと今日来ていただいたお客様に心より御礼申し上げます。音の前ですが、お祭りをやっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でコロナ禍でここ2年間ですね、踊る舞台がもうお祭りとしてはなくて、いくつかちょっと特別演舞みたいな形で演舞はしたんですけども、やっぱりお客さんで踊ることが踊り子一番の、喜び、楽しみ、そして笑顔になる舞台でございますので、精一杯ね、踊り子も踊りたいと思います。踊り子さん、準備大丈夫ですか？はい、はい。そしてですね、うちの後、なるたかさんなんですよね。はい。なんか前のチーム、ステージに上がってて、そのまま上がるらしいので、一旦ここにこのままいますけども、邪魔にならないようにマイクやっていただきますので、はい、はい、よろしくお願いします。邪魔にならない程度に頑張ります。はい。ありがとうございました。それでは、準備お願いします。では、参ります。みつる。Yeah!
速攻が先に発生した。ありがとうございました。ありがとうございました。